しっかりと使って怪我をしないイチロー選手みたいな体になりましょう。いいですか。参りましょう。ではまず腕を回しましょう。今度は反対に。はい、OK。次は腕をこう組んで、足首を回す。それがイチロー選手のストレッチ。足首と腕、そしてイチロー選手を意識しながら行ってください。はい、そうですよ、ここに。これ。そして逆。はい。そうです、そうです。顔がわざわざ、イチロー選手は回らないです。真剣に行くぞ。はい、次、股を開いて。で、肩を入れていきます。これも一応接中します。そう、一応接中を意識して、もうなるべくこの股をしっかり腰をこう、姿勢よくこう丸くならない。そう、それで肩を逆も入れてください。どんどん出てきてますよ。はい、 OK。 次はアキレス腱を伸ばしましょう。これは特に一応選手を助けてしっかりと。はい、反対。はい、OK。 どうぞ座りましょうか。で、膝にこう足を OK。 そうで、長くぎゅっと体を前に、足に近づける感じ。ここを意識して、ここを伸ばす感じ。OK です。そしたらそのまま、お手で。で、ここに手を持って、ぎゅっと後ろを。大丈夫ですか、できますか。そうそうそう。で、手、そう、反対やると。で、しっかりこう、手の指もしっかりとます。これが一応です。はい。ストレッチもきれいになる。そうそう。じゃあ次、反対の足。ぐーっと体を前に。はい、で、そのまま、また。で、また後ろ、ぎゅっと。じゃあ、立ってください。じゃあ、最後にですね、体を、ちょっと横に。前に気をつけながら、腕を回して袖を引っ張る。これ大丈夫です。しっかり、はい、これが最後締めです。で、これでポーズを取ってしっかりと。で、今日の練習を集中していくことになります、ね、はい、OK です。理解してない。